うっさもおくりんです。本日もペーパーモリオ RPG 続きやっていこうと思います。というわけで今回まずはあのスターの地図をね、掲げに行くところからなんですけど、その前にここでパワーアップさせたいのよ。あ、足りない。あ、そう、あ、そうですか、足りない。俺はもうね、あそこまでの道を完全に把握してるから、もう迷わず一発でいけるわ。任してくれ。まずここ入んねん。そう、まずここ入って、ほんでここを左に行くのではなく、ここに入って、そして、あ、ちょっと待てよ、これ壊せるな。これ壊す必要あんのかな。あ、バネある。しかもこんなところに元気のかけらが。ほう、よし。いや、みんな次どこやと思う？俺的にそろそろ砂漠が来てもおかしくないと思ってるから、多分砂漠やと思うね。よっしゃ、三つ目のスターストーン。はぁ、なんでこの紙浮くんだろうな。上から井戸でも釣ってんのかな。不思議だな。ほえ、左上とかちゃう？右下かな。全部違かった、左下やった。いや、でもどうなんやろ、砂漠なんかなこれ。なんかちゃうよな、位置的には砂漠やけど。そして赤色と、なんか色がさ、なんか色が変な色ばっかなよな。だって今までさ、白、緑、黄色、赤っていう、なんか何の法則もないさ、なんか赤、青、黄って行きたいんやけど、ようわからん色ばっかや。はい、久しぶり、おじいちゃん。どうした？そんなびっくりしたら死ぬで。ピーチ姫をさらった連中の目的が世界征服だと。ええ、そしてそのために伝説の宝を必要としているようなんですよ。はあ、時代は思ったよりも深刻になっているようだぞ。実はな、わしの方で宝が一体何なのか調べておったのだ。そうしたらとある本に宝についてとんでもないことが書かれておった。書かれておった。何でも伝説の宝の正体は恐ろしい災いだというのだ。何やそのワンピースみたいな、ようわからん中身やな。千年前に地下の町を滅ぼしたと言われておる恐ろしい災いだよ。はあ、なるほど。では奴らはその災いの力で世界征服を企んでいるということですか？何をどうするのかわからんが、可能性はかなり高いだろう。こうなった以上、何としても宝を渡してはならん。奴らの手に分かったら、それこそ再びこの町が、いや、世界が滅んでしまうかもしれんからな。ああ、せや、早見つけやな。地図によれば薄暗村。いや、砂漠じゃないなこれ。なんかまた森みたいなとこやな。実を言うとわしもよく知らんのだよ。なんでもその名の通り、薄暗くて気味の悪い村だという話を聞いたことがあるが、名前のまんまや。ああ、なんか乗ってる？うん、薄暗い村へ行く土管も地下にあるようだの。地下すごいな。西エリアの下。あ、西エリアの下、あっちか。出発よ。オッケー。ここからじゃないってことやな。ああ、びっしょ、見えるやん。ノコリン、早く帰ってきてね。マリオさん、ノコ太郎、お元気ですか？私はノコ太郎がいなくて、ちょっぴり元気がないかも。ノコ太郎の家に入るとね、ノコ太郎の匂いはするのに、ノコ太郎がいなくなってなんだかとても切ない気持ちになるの。ノコキジさんの匂いになっちゃったし。あ、そうそう、ノコキジさんでちょっぴり変な匂いがするのよ。ゴンババのお腹の中にいたから、きっとあれはゴンババの匂いね。ちょっぴり嫌かも。お風呂入り言うといて。でもでも、いつか私のパパになるわけだから、今のうちに慣れておかなきゃ。あ、私言ったら何書いてるの、恥ずかしい。でも送っちゃおう。へへ。はい、不法侵入しないでくださいね。あ、ちょっと待てよ、俺は今大富豪なんや。お前の商品好きなだけ買えるぞ。高すぎるやろ。なんやねんこれ。ジャンプの攻撃力が1アップするがハンマーが使えなくなる。それは弱くね？ジャンプ効かへん敵多いからな。ロイヤルゼリー FP50 回復、すごいな。
ゴミしか売ってへんぞ、おい。ゴミしか売ってへん。もっとええの入れとけ。さあ、それじゃあ地下に再び行きましょうか。まあ、ハンマーで崩せるものが何かあると思うから、ちょっと探してみよう。あ、こっちか。ここやな。ここを、プー18号で行くんや。お。なあ、なんでやね。再チャレンジ。難しいのよな。ほっ。ふっ。よし、危ねえ、届いた。これで強化できそうやけど、まあいいか。これは崩せへんよな、さすがに。うん、これは無理やわ。なんか新しい能力がいるぞ。何これ。錆びてる。薄暗村へ。あ、これが薄暗村か。じゃあ手前の土管は何だって言うんだい？うん？調査します。奥か。なるほど。で、確かなんかあったよな、この右奥。元気のかけらやったっけ？あ、元気のかけらやな。いや、薄暗村はだいぶ近かったね、ここ。行きましょう。もうこの土管の感じが、え？帰ってきたんや。土管に押し戻されてしまった。ん？おい、何、反抗期か？許さへんぞ。ちょっと待てよ。これは、仲間で多分、クラウダで飛ばしてもらうんちゃう？色が違うもん。あれ？違う？なんや？薄暗村へ。ちょっともう一回行こう。行け。いや、無理や。なんでや？ヒントがないぞ、ヒントが。あれ？ここじゃないのか。いや、でもここ以外に行けるとこがさ、ないんやけどな。あ、なんかこの左にもなんか続いてそうやな。とりあえず、プーを使って、行けるところを探したいよな。じゃあちょっと違う方向攻めてみよう。俺一個気になったことあって、ここの左。ここにね、でかい黄色ブロックがあったはずやねん、これ。これ崩せるやろ。よいしょ。OK。ここなんかないか？あ、左もいけるな。そして上には社員があり、ほい。この黄色いのも気になるかな。まあ、とりあえず上から、こうや。あ、土管？左にもあるからな。こっちも土管か。あ、土管やな。どっちから行こう？右から行こうか。どこ行くんや、これ。青土管って初めてやからな。あ、ワープか。あ、ちょっと、あ、残りおるやん、ほら。挨拶していこう。どうせやったら、せっかく来たし。よいしょ。ほら、のこたん連れてきたで。久しぶり。まだ帰ってくんなやって。まだ帰ってくんない言われてますわ、のこだろう。お前はまだまだや。帰ろう。あんなに会いたい言うてたのに。なんのあれもなし。まだ帰ってくんなの一言。かわいそう。じゃあここあれかな？ショートカットゾーンかな？ただの。ほら。これもショートカットゾーンなんよ。なんかあるな。あ、FP の最大値5増える。これ強くね？バッジの数によっては。3か。3やったらまあ全然ありやな。で、おじいちゃん、なんか押し戻されんねんけど、なんかヒントない？あ、なんというか押し戻されちまうんだ。土管に入れねえんだよ。なんだ、土管に入れないだと。わしにはどうしたらいいのかさっぱりわからんわい。え？なんか知らないですか？おお、そうだわ。ボロツキタウンのどっかに、薄暗村から来たやつが住んでおったはずだ。ほう、なるほど。暗がりさん。この家のすぐ近くをうろついてるのを見たことがある。なるほど。ってことは裏かな？違うかな？どっか家、あ、ここ、あ、ここら辺いるんじゃね？これをクラウダとかで飛ばせんか？いや、違うか。ハンマーでもう崩せない。なんかあそこ怪しいんやけどな。あ？あ、ちょっと待って、これなんか、はあ！そうやな、なんかここら辺から見たらさ、ずれてるように見えんのよ、あれが。こうか。わあ、すげえ！わあ、すげえ、すげえ、すげえ！今日もカードでイカサマしてボロ儲けしてやったぜ。
けどちょっと足がついちまってここに隠れてるんだ。はあ、あこいつや、こわ。いや僕暗がりさん、君たち何か用かい？マリオだよ。薄暗村へ行く土管の通り方を教えてほしい。おいえ、なんだそんなことは簡単さ。何か自分の名前を書いたものを身につけて通ればいいのさ。君何か自分の名前が書かれたものを持っているかい？いやちょっと免許持ってなくて、保険証もないんです。じゃあちょっと待ってね、暗がりさんが書いてあげるよ。名前は何て言うの？マリオだよ。じゃあお尻のところにマリオって書いてあげるね。なんでお尻やね、胸のとことかに書いてやる。これでバッチリだ。君のパートナーにも名前を書いてあげるよ。プー18号だ。あ、みんなお尻や。なんだかくすぐったいぜ。いや、クリスティーネに書いてほしかったな。お尻やで、お尻。暗がりさんも応援してるからさ。ほう。わあ、クリスティーネやったらどんな反応してんやろ。キャーとか言うんかな。よし、それじゃあここの土管に再チャレンジや。ゴー！マリオです。プー18号です。ステージ4。豚のために金はなる。オンポ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 ン。ちょっとよくわかんないですね。わあ、なんか寂れたとこ来たな。なんか、くっそリアルな豚がいんねんけど。リアルっていうか、3D やん、あいつ。なんだか不気味なところだけど、ここが薄暗村か？おや。同じやつを。村人ではない人を見るのは随分久しぶりだよ。遠くから来た人だろ？あんたのその顔つき、間違いない。きっと冒険者だな。でもちょっと悪い時に来たね。いや、冒険者なら逆にちょうどいいタイミングなのかな。まあ、ヒーローですからね。それはだね、聞くも恐ろしい、語るも恐ろしい話なんだけど。どうした？あ、また金の音だ。ああ、恐ろしい。今度は一体誰が。おっ！ブヒブヒ。え、豚になっていくんやけど。おお、今度はフレディが豚にされてしまったか。どういうことですか、村長。ゴミ袋来たぞ。ゴミ袋喋ってる。わしはこの村の村長じゃ。あんたたちは旅のお方じゃな。こんなところで話をするのもなんじゃ。わしの家に来てくだされ。ん？ゴミ回収ボックスの中かな。薄暗村。うわ、もう住人ほとんど豚やん。豚の方が多いぞ、おい。豚村や。旅のお方よ。我が村へようこそ。と言いたいところじゃが。それどころではないんじゃ。マリオだよ。見ての通りこの村には呪いがかけられておるのじゃ。呪い？実はのう、この村の先に森があっての、その奥にオドロン寺院という古い建物があるんじゃが、そこに住み着いた化け物がかけた呪いによって、寺院の鐘が一つなるたびに、村人が一人ずつ豚にされてしまうのじゃよ。どういう呪いやそれ。愛する人が豚にされる。そして今度いつ自分が豚にされてしまうのか。恐ろしくて夜も眠れんのじゃ。まあこの村を一日中夜みたいなもんじゃがな言うて。ああおもろい。薄暗村ジョークじゃよこれ。バロテな。このままではいずれこの村は豚だらけじゃよ。悪いことは言わん。豚にされる前にこの村から立ち去るがよい。え、その呪いって俺にもかかんの？やめてや。そうはいかないぞ村長。俺たちは探し物をしてんだ。スターストーンっていうキラキラ光る星の形をした石、聞いたことない？ああ、どうかわからんが、そのオドロン寺院に赤く輝く星の形の石。あ、それですやん村長。ビンゴ！きっとそれがスターストーンだな。お前ええキャラしてんな。あんたたち、ひょっとして寺院に行こうとしてんのかね？ああ、なんというかな。寺院ですか。ちょっとホラーチックなステージになってきたな。このぶ、なんで 3D だお前。ほら、なんかな、昔の 3D って不気味というか浮いてるような。
この村にいると薄暗いせいかネガティブになっちゃうんだ。だから僕なんか無駄になっても構わないんだ。あ、そう。ポジティブに行こうぜ。ポジティブなら何でもできる。イエーイ。宿屋もある。宿屋はいいか。よし、じゃあ今日もうちょっと進んでみようか。ちょっと時間残ってるからね。うわ、あ、まだ待ちや。これ豚多すぎやろ。うわあら、子供可愛らしいやん、これ。ほら、母ちゃん腹減った、なんかくれ。もう半分に真っ二つにされてるやん。一回お店の主人が豚になってから食べ物を買うことができなくなってしまいました。子供たちもお腹を空かせてしまってどうしたらよいのでしょう。おお、食べ物を、あ、食べ、あるかな。あ、キノコやってあるで。キノコいる。これで子供たちも喜びます。お礼と言ってはなんですが、これを受け取ってください。めっちゃ強いの来た。これ高いやつやん、お前。これ撃ったらええもん食えたで。あ、あ、母ちゃん、母ちゃん、ちょ、お前ら豚っておい、こいつや、こいつを殺せ。こいつを殺さんとお前らの母ちゃん食われるぞ。こいつはあかん。もうこの一家は終わりや。逃げろ。なんか俺が豚にしたみたいやな。この村ではお月さんだけが頼りです。お月さんに願い事をしています。豚になりませんように。おー、結構早い感覚であれなるな。俺は最近思うんだ、どうせなるんだったら豚みたく丸々と太った豚になりたい。うんだってガリガリの豚って想像しただけで豚じゃないよな。まあ筋肉ですけどね、豚たちは。脂肪やと思われがちですけど。何も打てへん何も打てへんがな。ごめんなさいね、今は店をやってないんだよ。さいですか。うちの旦那が豚になっちまったんだよ。豚に。うん。うちの旦那は昨日森へ薬草を取りに行ったんだけどさ、なかなか戻ってこないと思ったらこんな姿で戻ってきちまったんだよ。そりゃ喧嘩した時にあんたなんか豚になっちまいなって冗談で言ったけど、本当に豚になっちまうなんて、長いな。なんか勝手に行くんやけど。長いわ。あー、眠たなってた。マリオは立ちながら寝れるタイプです言うて。あー、すまへん。聞いてた。お父さん好きやって。うん。あ、何でも協力するやって。おお、マジか。ほら、鍵開けてもろていいですか。うん。あ、マジか。森に行かなあかんのか、一回。この先の森には恐ろしい化け物が住んでいるという話だ。どうしても行きたいのなら村長の許しをもらってきなさい。ああ、どっかで聞いたセリフね。え、なんか言う、ん、あ、あれや、のこじろうの村や。のこじろうの村ののこのセリフ。せやせや。あ、ちょっと待って、お前それフラグやって、やめろ。あ、よかった。え、誰、もしかして？あ、違うか、お前じゃないのか。てか、村長は無事なんか？村長もうなってもうたんちゃうか？村長生きてるか？あ？あれ、これ村長。え？あ、もしかしてこの豚、村長？どうしよう、これじゃあ門を通らせてもらうための許可をもらえないわ。自我はないのか？ああ、もうブーブーしか泣かへんようになってしもた。なんてこった。あ、またや。今度は誰や。俺の知ってるやつか。あ、お前も豚になってる。門番がいないわ。じゃなくて豚になってるの。まあちょうどいいわ、さっさと通らせてもらいましょう。クリスティーヌちゃん、容赦ないな。うわー、ちょっとかなり俺このステージ好きかもしらん。このテイスト。ちょっと進もうかな思うんだけど、ちょっと短いかもしらんけど、今日はここで終わりにするわ。次回から森に行って、あの倉庫の鍵とかをね、取ってこれたらなと思います。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。
次回この豚の謎の解明からやっていこうと思います。それではお疲れ、バイバイ。